さあ今回はネクロマンサーコメスというローグライクタワーデフェンスゲーム遊んでみましょう。さあチュートリアルやってないですけど、まあできるんじゃないですかね。ほう、あ動けるんだ。はいはいはい、これを守るのかな感じで、この子が置けるね。エント、あ敵のルートだ。はいはい、あ変えられるのか、上下から来ると。あこういった方が面白そうだな。あなるほど、じゃあここから守った方が面白いのか。こうしたら、壁とかがあればもっと変えれそうだね。この周り固めればなんか、ああそういう風にルートが最適化されていくのか。こういう感じかな。あもう置き方が定かじゃないですけど、こうやって置けば、こっちも無駄になっちゃうな。でも売ってもこれタダですね、今なら。特にね、ここでも変わる。まあ、ルートがなくなるからか。ちょっと始めてみたいな。どんな感じになるんだろう。あれ、もっとルート作れそうだね。結構広いな。あ、それ殴るんだ。いけ、殴れ、殴れ。だこの辺もっと入り口から、こう、あ、でも、誘導するときに、この子たち、近距離だからな。無駄なね、木がいっぱい生まれちゃうよね。こういう風にする分にはいいか。こうやって。遠距離はなしね。だこっちの方ちょっといじる分にはいいのか。でも先が変わっちゃうかな。逃げ場にこうグネグネさせら、グネグネしすぎて変わっちゃうと問題なわけだね。こうするとだって致命的に変わっちゃうもんな。ここ通ってほしいもんね。かなり視点死んでるからエリアはよくて、これこうグワーって回らせて、ああね、そんな行きすぎると、いやいいもん違う道行くもんってなるのを防ぐわけですね。こうやって行こう行こう行こう。戦闘中置けたし、別に。かなり自由なルートを構築できると。ただこれだけじゃローグライクじゃないですよね。あそっち、あそっち、あちょっと待って、ルートがこうだ。オッケーオッケーオッケー。まあ一歩置けるならこうやって変えることもできるね。ここの形かなりいいんだよね。木があって挟み込んでて、こうか。下のルートがそれ作られた感がある。こっちとかかなりいいフィットの仕方してるけど、でここも完全に封鎖しちゃって、でこうすれば上、あこうすれば上行かせられるぞ。もうルート全然違くなっちゃうけど、全然いい、別に別に。じゃあ例えばさ、こっち側もこう、無理か。なんかもっと複雑にした上でここに入れたいけど、じゃあここ先に塞ぎますと、足んないからまだ次かな、やるとしても。なんかもっと好き放題できそうですよね。これ敵はこう上から回ってこう行って、こうぐるって回って、ここのデスゾーンに入ってくるよと。完璧じゃない。この先があんまないんだよな、ただ。
わあ、はい、うん、入ってないか。これかなりいい感じじゃない。なんだ、止まってただけか。あと遠距離がいればな、もっとこの辺のね、死んでる場所が生きてくるんだろうけど。さあ、よくわかんないけど適応してますね。いや、めちゃくちゃハマってるよ、これ。いい感じ、いい感じ。12ウェーブあんの増えずに、増えず12ウェーブ。これもしかしてキャラ、行こう行こう。じゃあどんどん行こう、行こう行こう。これもうちょっとぶん殴りたいな、この辺。こういった方が、このぶん殴りゾーンなかなかも拡張の仕方はないもんね。これ一直線すぎるよね。左から回したいな。じゃあこう置いて左から回るんですよね。回るんで、そこでぶん殴りゾーンを作ろう。お金はちなみに終われば集まってくるっぽいから、寄らなくても大丈夫。ニューゾーンできてます。はい、始めちゃって、こう斜めから殴れればいいんだけど、そこを受ける。まあこの辺でいいか。さあこれしかいないけども、レベルアップはないんだもんね。よし、これ押し下げて、こっち側も生きてきたね。下ももっとできるけど、まあ上に行かせてから共通ルートで殺していけるから、ここまででも来れるやつもいるな。スケルトン硬いな。なんか物理あんま効かなそうだよね。始めてもいいでしょう。で、別にこれこう右側に回してもいいのか。あ、なんかでかいのいる。こうよ。どういたあいつ。いますね、普通に。硬そうだな。ただうちにはこれ以上何か手立てはなさそうで、強化ができればね、いいんですけど、まだ構築中なんだよな。こっから上に行かせる。ああ、でもこういう、まあ、お金がないか。いや、あいつ硬いな。みんなで殴ってますけど、削り切れるかこれ。こう置けない。これ倒せる半分。体力差すごいな。169からの2420。攻撃できない、この子でも。
半分はいったけど、どんなもんかなこれ。1 少な、なんかもう10、20とか食らいそうな。1なんだね。じゃあ全然大丈夫ですね。あ、こいつは回復するのか。まあ、といっても別に殴りどころがもっとないとダメなのか。いや、これ単純にまとめてこられると無理だな。群れに弱いです、群れに。ニューズを今ちょっと作ってますけど。上に関してはこれでボコボコにできるね。みんなでこいつをボコボコにしてくれ。ネズミはなんか群れを潰すと走り出すんだね、個別で。よくわかんないですけど、形はなんかできまして、全員が近接なんでね、死んでるキャラもいますけど、みんな勝手にして。どうしたこいつは、たまり明かりなのかな。ゾンビ2体あれやだな。均等じゃ倒しづらいね。どうしないっす。1体なら倒せるね。12ウェーブまでありますけど、まだクリアでもうあんま置く余地がなさそうな。 Go to ショッパー、ショッパーんじゃんよく見たら、ここでこの貯めたお金使える。 20% ダメージ、これ全員かな。あ、エントエント、この木のやつだね。こいつしかいないけど、お金を落とすのか。いいね。あ、レベルアップできる。いいなんじゃん、そこに。これはもう、あ、レベルアップを、アップゲート4-0。あ、ここからかかるわ。25ですね。で、武器によってダメージが上がったので、20%。この状況で 20% 上がったので、かなり強いと思うんですけど。アップグレードするとじゃないよね。アップグレードずにあるから。でも上がってるはずですかね。よかった、7秒で気づいて。まあ、ちょうどお金も余ってる頃合いだったしね。早くに気づいてたらこうはなってないかな。こいつ何なの？あ、硬くなんの？回復もしてる？回復もしてるな。この石化した時に硬くなって回復してるんだね。ゾンビじゃん、もうほぼ。やってることほぼ同じなんですけど、ゾンビと。ショップで何もなければ強化しようか。硬くなった時をみんなでぶん殴るっていうそんだけだもんな。減ってってるもんだって硬くなったとてよ、よっぽど言い忘れないとね。いずれ死ぬだけよ君は。ゴーとショップ。あ、ニュータワーがあるぞ。ここに1足んないけど、魔法ね、フリーズ。エンタグル。いや、貯めたいな、じゃあ。新しいの乗り換えたいな。でも強化した子、これですよね。ダメージ36から48。強っ。めちゃくちゃ強い子がいる、あそこに。どの辺げようか。一番攻撃が多く出せる場所。どこが一番多いんだ？
この辺とか襲うかな。まあ少なくともこの新しい共通ゾーンに入った時だね。 A ルート B ルートじゃなくて共通ルートに入った時に強キャラを入れたい。2回通るところがいいね。そしてここ2回通るからお前かな。じゃああげろ39ダメージ42ダメージ。あんま高いけどどうなんだろう。結構来るな。ダブルで上げとくか。じゃあここ貯めたいけどちょっと敵も硬くなってきたね。でも敵の基本戦術は硬いなんだな。回復硬いなんだな。50溜まりそうかな。あ、いけそういけそう。殴れ殴れ。硬くなれ硬く。あーっとアタック。レベルアップしたのとしてないのの差がでかすぎる。6と40。これでニュータワーいけんじゃない。あ、安いな。わ、さっきのじゃあ強かったんじゃないの。レンジは2だな、欲しいのは。弱そうだな。まあ、買った上で。ターゲットプラス1。うわー、気になる。追加コイン。まあ、それはいいかな。これはどう使うんだろう。近くの敵に15ダメージ。追加ライフ買ったり買ったりもどんどん。もう無理か。あーいたね。あー高かった。あさっきあと1あれは使います。時間ね。あゼロじゃないこれ。ん、あん10か55010。最初タダで置けるんだな。はいはいはい。これこことかほらこことか置けます。何でもないような場所に置きたいね。ここ、あ、いいね、いいね。殴れないやつを探そうか。でも、この辺ならほとんど殴れないんじゃない?ルートが全然ないから。ダメージは48。お、いいね、いいね。頑張って。まあ、そうしてる割には弱いですね。攻撃の数は増やせるから。あ、なんかここから起き上がってくるんだね。でも掃除なんかできるのかな。ほとんどは消えてくれるけどたまにすごいのがあるな。まあでもあのアーチャー強化できるわけじゃないから、この辺この辺最後全員を強化した方が使えそう。さあ9使ってみるか。周辺の敵にダメージで結構すぐ溜まるみたい。2回全然使えるね。はい、全然敵が多いな。大丈夫か。はい、15ダメージなんでね。その敵を倒すほどの力はない。まあ、いや倒せない。うん、ショップ気づくのが遅すぎだな。あ、一気に後半に来ましたね。数の暴力が、で質の暴力かな。倒しても倒せない。ああ、まあ1回目にしてよかったんじゃないですかね。